優の小栗旬、演出家の蜷川幸雄氏がフジテレビ系のトーク番組、僕らの時代に出演し、小栗が2012年に結婚した山田優との結婚生活における悩みを打ち明けた。小栗は、人と生活するっていうのはなかなか大変ですね、と苦笑いを浮かべて蜷川氏に話した。小栗は、これはなかなか大変ですよ。今まで一人で良かったことが、そういうわけにいかないじゃないですか、と同意を求めるような口調。蜷川氏が、映画行くときも昔は一人で行けたけど今は、僕は行くけど行く?と誘わなくちゃいけない、と具体的に応じた。小栗も同様に、僕は演劇が好きで妻も好き。だから、今度、この芝居見に行くんだけど行く?ってなる。ほとんど感激は最近、妻としてるんですけど、ちょっと正直、時々一人で行きたい、と。やはり苦笑いを浮かべた。蜷川氏が、あるよね、と同意すると小栗はさらに、この芝居は一人で見たいなっていう時はあるんです。向こうからしたら、じゃあ、行ってよ、と。でも、意外と言えない。これは一人で見に行きたい、というのは、横島な気持ちがあるんじゃないかと思われそうで、と夫婦間の微妙な思惑について語った。蜷川氏が、それはめんどくさい、とまたも相槌を打つと小栗は、人と生活するっていうのはなかなか大変、と繰り返した。山田には結婚するときに、俺はフランス人みたいな可能性もあるよ、と伝えたことも明かした。その真意は、結婚した。子供は作って出産はする。でも、僕ら夫婦じゃないです、みたいな、というもので、山田にそれを伝えたところ、本当にバカじゃないの、と言われたという。